東北電力ネットワークは今日、電柱の上に作られたカラスの巣の撤去作業の様子を再現。カラスの巣を放置すると停電につながる恐れがあるとして、電柱の上などに巣を見つけたら連絡するよう呼びかけました。今日、新潟市で東北電力ネットワークが再現したのは、電柱の上に作られたカラスの巣の撤去作業の様子です。カラスによる映像は繁殖期を迎えたこれからがピーク。東北電力ネットワークはこうした巣が放置された場合、停電を引き起こす恐れがあると注意を促します。こちら実際に撤去されたカラスの巣、現在取り付けられたものなんですが、材料を見ますと木の枝がほとんどです。ただ中にはこうしたハンガーのような金物も含まれていて、こうしたものが電気の通り道に刺さることによって停電、漏電の原因となるということです。この針金っていうのが非常に安定性がありまして、この映像を作るのに、カラスは重宝します。充電部に触れますともうすぐ漏電事故になる。県内では今年に入りカラスの映像による停電被害が3件発生していて、去年1年間では18件に。こうした被害を防ぐため、去年県内で撤去されたカラスの巣は6400個以上に上りました。電気と金物というのは非常に相性が悪いので、使用しても持っていかれないような対策をしていただけたら。東北電力ネットワークは電柱などの上にカラスの巣を見つけた場合はコールセンターに連絡するよう呼びかけています。